演歌ミュージック浅草木馬亭、ご覧の皆様方こんにちは。こんにちは、お元気ですか？本日の司会の私、猪間ポンタと河内由美子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それにいたしましても、もう暑いですね。真夏ですね、もう、はい、今からこの暑さになってしまったっていうことは、8月とかはどうなってしまうのかと思いますが、そうです、心配なんですけれども、まあ皆様のお体のこと、健康のことが一番心配いたしております。それと農作物、はい、果物野菜とかがなんか異変が起きているようでございまして、これもね、本当切ないんですけれども、なんとか天候の方を改善していただいて、おいしいものをたくさん食べて、はい、そしてまた素敵な歌をね、はい、聞かせていただくことが一番いいかなと思っております。はい、それではこれより素敵な歌声でお楽しみいただきましょう。第一部、一番中村文夫さんです。アローナイツ木下明さんのお歌から、さよならは言わない、どうぞ。何もできないこの俺を、いつも支えてくれたやつ、心はぐれたあの夜も笑顔で待ってくれたね。そんなお前が突然病で倒れたなんて、目の前が暗くない、涙が溢れまして、さようならは言わない、さよならは言わない、そうさ二人で決めた約束。歌が取り得るこの俺を、いつも励まし言ってくれた、何度辛くてやめよう、その度お前は怒った。そんなお前がやつれて作り笑顔を見せる、手を握り抱きしめて生きてゆくんだ、これからさようなら言わない、さよならは言わない、そうさ二人で決めた約束。さようならは言わない、
さよなら言わない、ありがとうありがとう、お前に会えて、ありがとうございます。中村文夫さん、さよならは言わない、素敵でございました。2番の方でございます。仙石京さんです。美空ひばりさんの歌の中から裏町酒場いただいております。どうぞ頑張ってください。赤い日が俺にゃ似合いの裏町酒場、泣いているのかあの歌も、酔えばお前の声になる、寄せよ今さら、ああ一人酒、はい、どうもありがとうございました。仙石京さん、裏町酒場、とても素敵に優しく歌っていただきましたね。ありがとうございます。はい、次の人、秋山さん、3番、秋山君津さんです。森進一さんの歌の中から夕すげの恋いただいております。朝に散
る花。あなたは夜更けに来て朝帰る。その度別れの匂いを置いてゆく。さようならは言わないで。初めての恋じゃないけど、あなたには命がけなの。優しさだけ欲しいと言わないわ。あなたと一緒に歩いて行きたいの。この思いわかってよ。秋山君一さん、夕菅の会、心を込めて歌っていただきましたね。夕菅の恋でございました。どうもありがとうございます。4番川小由美さんお迎えしたいと思います。ご自身の素敵なオリジナル曲山百合どうぞ。里の静かな山陰に香り人の情けもぬくもりも我慢している山
どうもありがとうございました。川小由美さん、山百合素敵でございました。5番森清美さんです。ご自身の素敵な曲、大阪薬局どうぞ。どうもありがとうございました。森清美さんの歌声でお楽しみいただきました。6番川端隆さんが歌います。任侠九九里。生まれや蘇州横須賀在よ、今じゃ下佐九十九里、度胸一つの網元暮らし、
仕事まだまだ山ほどあり、そんないいおかすけんごろ、ヤクザとせきのこの俺だけど、片桐漁師の世話になる、恩に報いる仕事まだまだ山ほどあり、されど笹が横ぐる川端忠さんの歌声でお楽しみいただきました。7番河内由美子さんが歌います、熱海恋人形、お聴きください。薄い紅ひく湯あがりでしょう、おおせ人よのちぎり、でもいざよ心寄せる波にじむ明かりは吐息の涙、湯煙の恋歌方の夢、ああ私は熱海恋人形。月の明かりか障子の向こう、じっと耐えてる早咲きの梅の香り、寄せて見慣れ波すく
酒ああ私は熱海恋人形。どうもありがとうございました。河内由美子さん、熱海恋人形をお聴きいただきました。続きましては8番、矢沢澄夫さんが歌います、これが演歌。8番、矢沢澄夫さんが歌います、これが演歌。茨の道でも目指す峠に花も咲く、口を飲み込む男息、男息、守り続ける、覚悟です。無駄にはしないさ、この苦労。表で笑って裏で泣く、これが修行の厳しさよ。時代受け継ぐ縄のれん、縄のれん、風が泣かせる夜もある。情けにゃすがれぬ意地もある。どうもありがとうございました。矢沢澄夫さん、これが演歌、お聴きいただきました。続きましては9番、佐藤千恵子さんが歌います、補習お聞きいただきましょう。9番、佐藤千恵子さん、補習お聞きください。甘夏の花は咲けども、あなた忍べば梅だし、潮騒の歌も途切れ、ooh
さり火ひとつ寂しさよ思い出は呼べど悲しく いそいそ降る遅い雨月潮の風に揺られてああ胸に染みてくる。どうもありがとうございました。佐藤千恵子さん、補習お聞きいただきました。続きましては10番国平源一さん、ルテンガサお聞きいただきましょう。10番国平源一さん、ルテンガサ。どうもありがとうございました。国平源一さん、ルテンガサお聞きいただきました。
11番沢陽介さん、うなずきの雨。夏月の雨は沢陽介さんでした。皆様素敵に歌っていただきまして、心もね、気持ちもなんか涼しくなったような、はい、そんな気がいたしまして、癒されましたね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。大粒でございます。素敵なお衣装で、そしてまたね、優しいお歌、力強い歌、励まされましたね。はい暑さが遠のいたような気がしましたね。本当にね、少し涼しくなったような感じでございます。気持ちが、ありがとうございました、皆様にね。さあ、これからも第2部とまた続きますけれども、はい、どうぞお元気でこの夏乗り切っていただきたいと思います。ありがとう。河内美子、井の間ポンタ、第1部お送りさせていただいております。ありがとうございました。ありがとうございました。